皆様こんにちは、童謡唱歌が大好きな演歌歌手山口のり子です。どうぞよろしくお願いいたします。今回はですね、童謡から焚き火という歌を歌わせていただきました。可愛い歌ですねありがとうございます。季節的には晩秋から、冬にかけて木枯らしが冷たく吹く頃なんですね。北風を表現する音として言葉としてピューピューとかヒューヒューとかという、言葉が使われておりますけども、このピープーというのは焚き火のみの擬音なのだそうですよ。この焚き火を、作詞された方は児童文学者の辰巳静佳という方なんです。辰巳静佳の自宅の付近には樹齢300年以上も経つ、大きな欅の木が6本もある欅屋敷と呼ばれるお家があるんです。そこの住人の方が欅の落ち葉を集めて畑の肥料にしたり焚き火にしたりしているんだそうです。そのような情景を見て、辰巳静佳は焚き火という歌を作られたと聞いております。この背景となった、お家は現在でも東京都中野区上高田というところに、実在しております。焚き火で焼き芋が食べたい、山口のり子でした。ありがとうございます。燃えろ燃えろ燃えろ、燃えろ燃えろ燃えろ、炎のように I am like an I am like an耐える心がある限り花も咲く。いや、夜霧の岩に包まれて静かに眠るブーブーブーシャット、ブー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 シャドー。 Thank you。 今に泣き出しそうな、どこどりの滝のたもとで何を失うの、ほいさん一人声かけたいな、おさむの人いるのか、笑っているのか、仲間は誰に叫んだあなた、行け行け晴れたの後を振り向く。
きですあなた好きです札幌好きです誰よりも雪の重さに耐え抜いた耐え抜いたライラックの小枝に花が咲く頃爽やかな風とともに訪れる恋の気配に振り向けば緑に映える赤レンガ好きです札幌好きですあなた好きです札幌好きです誰よりも道行く誰もが見えるよ君に二人で帰ろう出会った街へ胸にしっかり抱きしめたなら話はしないもう二度と上海上海上海尋ね人投げた別れの横波が残座さ残座さ残座とよ残座さ残座さ残座とには抱いても情けはんだけん未練から味わわさはよされよされと流れ